ましたケマスクッキング。今日やる料理はね、このミョウガとか青葉とか万能ネギとかね、まあこういった夏のこの定番のちょっと薬味買ってきたんですけど、僕ちょっと考えてたことがあって、こういつも料理のたびにこれ刻むんですけど、割とこれってもう夏になってくとしょっちゅう使うじゃないですか。なんでこれを一気にまとめて作って、でそのなんかいろんな料理に使おうじゃねえかってことで万能薬味っていうのを考えてきましたんで、それを今日ちょっとご紹介したいと思います。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。まあかいわれちょっとこれ使います。であと、大葉10枚、みょうがはこう2パックね、6本ぐらいで、これもねこう半分ぐらいかな、うん、まあ、万能ネギね、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。さあ早速やっていきますか。もうね、考え方はもうシンプルなんですけど、作っとくとねめちゃめちゃ便利だし、これだけの種類のやついつも用意するのも難しいですし、これねいいと思うんですよ。まとめてこれね作っちゃうっていうのが、これでまあね、まあみょうがいきますか、切って、でこういう状態になっているんでね、よいしょ。そしたらこれをこう、ここの部分がこうくっついてる部分があるから、ここをこうちょっとねこういう感じで切ってあげると、でこれもね美味しいから使うんだけど、でこのまんまこれをこうやってこう、こういうふうにこう切ってあげると、こうね日本がこういうふうにこうばらけるから、こう縦にこうやってね、こういう状態にしてあげて、でこっちの方もこう細かく切ってあげる。こうするとこう水にさらした時に全部がふわっとこう全部ばらけますから、一旦ここばらして、でばらしたところをこういうふうにこう切る。でこの端は端でこう切ると、ああもう切ってる矢先にこうめちゃめちゃいい香りしてるよ。ほんと最高の香りしてる。もうとにかく僕はみょうがが好きなんでね、みょうが多めに入れますけどね、皆さんは自分のお好きなやつをね多めに入れればいいですよ。はい、こんな感じでまずねみょうがちゃんを全部切りました。そしたらねこのボウルに入れておきます。こうやってね、そしたら今度ね、かいわれちゃんですね。でもここのところこうざっくりこう切って、ね、でここで一旦こう洗って、この種のところこうやって持って洗ってきます。よっしゃ、こんな感じでここをね、しっかりこう洗ってきて、そしたらこれはね、半分ぐらいにしようかな。半分ぐらいにザクッと。そしたらこれもこっちに入れておきます。よいしょ。かいわれもね、なかなか涼しげで、いいよね。こう、ちょっとピリッとしててね。さあ、そしたらこの、したネギも、根っこのこの部分だけ取っちゃって、よしと。そしたらこれをね、全体にこう絡むように、これの場合は、こう少しこう斜めにこう切ってあげて、こうやって、斜めに。よし、こんな形状にネギも切りましたと。そしたらね、これも全部入れちゃうと。はい。はい、そしたら最後、大葉ね。大葉ちゃんも、これはね、このヘタだけ取って、ね、こうやってくるくるくるって巻いて、よいしょ。で、これも、このね、全体に絡むように同じようにこう千切りにしていきます。うわー、いい香り。はい、こんな感じで。はい、大葉も切りましたと。はい、そうしましたらこれを全部こうやってこう入れちゃう。そしたらねこれを一旦あの冷水でちょっとねさらしますね。ちょっとはい、こんな感じでしっかりね冷たい水でこうやってさらすことによって、全部が形状を大体同じに切ったんで、これがね全体にこうやってこうまとわりつくわけですよね。全てのこの薬味がねこうやってこう混然一体にこうバランスよくこう混ざります。こういう感じでしっかりこう混ぜ合わせたら、これザルに開けます。はい、このような状態でしっかりね水でこうの中で混ぜ合わせたことによって綺麗に混ざり合ってますね。そしたらねこれを大量に作ってしまったので、これはね水分がねやっぱりね残ってしまうと保存した時にすぐ悪くなっちゃうんですよ。それで今日の秘密兵器はね、じゃじゃーん、これですよ。よくこうホームセンターとかで売ってるこれ水切りのサラダのね水切りなんですけど、これ夏場ねサラダとかにも重宝しますんで、1個ね持っておくと便利だと思いますよ。そうしましたらここにねこれセッティングして、はい、
こうか。セッティングして、じゃあね、これでこう遠心力でぐる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 。これでやるとね、かなりの水分、こうやってね、見えるかな。かなりのね、水分ね、やっぱりね、ザルで切ったのと違って、こう遠心力出るから、相当こう、きれいにこう、水分が取れますよ。用意しとくと、すごくいいと思う。そしたら、これをこう取ったら、したらこのね、脱水されて、ほら。こんなにね、水がやっぱ出るんですよね。この水がね、やっぱりその悪くなる原因なんで、これでしっかりこう脱水しましたんで、まあこの綺麗なタッパのね、中に、ちょっとキッチンペーパーをね、しっかりこう下に敷いてあげて、結構厚めにこう切って、そこにこうやって敷いてあげる。こういう状態で。で、これをしっかり絞ったこの薬味たちをこれでね、ふわっとこうやって保存します。こういう状態でしっかり水分を切って、こうやって清潔なタッパーでこうやって入れることによって、このね、いつでもこの綺麗な薬味が使えます。でこれでこれをしっかりこう密封して、まあこの保存状態でしっかり冷蔵庫で保存すれば、まあ3日4日は確実にこのままの状態で持ちますね。なんでこの夏はね、ぜひね、こうやってね、一気にこうやってこう食材を買ってきて、こういう下処理しておくとめちゃめちゃ便利ですよっていう紹介ですね。超便利のね、やみつき便利薬味、はい、これで完成です。そしたらですね、まあせっかくなんでね、うどん作って、この薬味うどんって感じでちょっと紹介しますね。じゃあ早速ね、今日はね、うどんで食べるんだけど、これね、昨日のライブでこのご紹介した万作うどんってね、まあ宮内庁御用達の最高級のこのうどん、これは、ね、最高に美味しいんで、これで食べてみたいと思います。でね、これあの昨日のライブでやったけど、買いたいなっていう人はあの概要欄に載せておくんで、それさ、見て買ってくださいね。このうどん最高ですからね。でね、このうどんの、まあ、茹で方なんだけど、まあ、8分茹でなんですよ。で、8分茹でね、入れるんだけど、まあ、どのうどんでも、まあ、通用するやり方なのかなんかわかんないですけど、その最後の1分間は、その、蓋して蒸らすのがポイントなんですよ。なんで、とりあえず8分茹でのところを7分でスタートです。はい、ちょうどね、7分。そしたら今度これを火を止めちゃいます。そしたらね、この蓋をして火を止めて蓋をして1分蒸らします。はいはい、これでこのような状態でね、8分茹でのところを7分しっかり茹でて、蓋して火を止めて蓋をして1分間蒸らししました。はい、これで最高の状態でうどんが出来上がりました。さあ、そしたらこれ冷やしていきます。よいしょと。はい、そしたらいつも言ってるように、ね、こういう状態でこう少し粗熱をこう取って、いやー、これすごいっすよ。もう見た感じでもう分かるんだよね。で、そしたらこのボウルにこう入れて、ね、いやー、ツヤツヤしてるな。これはうどんは本当美味しいですからね。よいしょ、数回ね、こうやってボウル、最後の最後ね、キンキンにこの氷でね、締めてあげると、もうだいぶ全然こう味わい違いますからね。これやるの、これでいつも言ってるけど、こういう感じでしっかり、これしっかりね、冷たいあれで、はい、ビシッと締めた状態ね。そしたらこれをよし、はい、そしたら盛り付けしていきます。そしたらね、いやー、この艶やかなうどん見てください、この照り。はい、こんな感じで盛り付けて、パンの薬味を山のように乗っけてあげて、はい、こんな感じで、はい、研磨式超簡単薬味うどんの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれですよ。こんな感じで薬味たっぷりですよ。でね、これキンキンに冷えたタレでね、じゃあ早速食べてみたいと思います。じゃあいつも通り、じゃあその前にいつも通りね、はい、チューハイトーン、皆さんお疲れ様でした。乾杯。
美味しい、もう毎日楽しい、へへい、ってことで、じゃあいただきます。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。間違いないんですね。ただでさえ美味しいうどんを、このちょろちょろっとした薬味じゃなくて、たっぷりこのもうこの段階でこう麺に絡みつく感じで、このまんまこうだいぶ刺して、うん、最高。で、今思ったけど、このタレにね、ごまなんかも合うと思うよ。このタレの方にこうごまなんかもこう入れてあげて、で、結構こうごま効かせても美味しいし、あとはこの生姜だよね、しょうがねえなって言いながら、生姜なんかもこうやってこうね、タレにこうちょっと入れて、シャッシャッとこうつけて、うん、これは美味しいわ、最高っすね、これ。で、うどんのこの冷たいやつに一味とかも好きなんだけど、やっぱラー油、うん、ラー油なんかね、実は合うんですよ。ラー油なんかもちょっとこう入れて、で、まあ僕のね、スペシャリストのこの悪魔そうめんってあるんだけど、まあそのタレに近い感じで、ちょっとラー油なんかも入れるのもすごく合う、合う。これはもう文句のつけようないです。ということで、今日のね、簡単料理は、まあね、基本のこの万能薬味、これはもう何にでもこう冷ややっこであろうが、あとね、おすすめはね、ご飯、うん、普通にこれを普通の炊いたご飯にパンと入れて、で、そのごまもちょっとまぶしてあげてね、中におかかとか梅とか入れておにぎりにしちゃうので、ちょっと周りちょっと塩つけてね、そうするとめちゃめちゃ美味しい薬味おにぎりっても作れますよ。ということで、いろんなねものに応用できるんで、この万能薬味ぜひ作ってみてくださいね。ってことで、この万能薬味からの薬味うどん、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。